新名駅は福井県鯖江市新名町にある福井鉄道福武線の駅である。駅番号は海8。改修前の駅舎戦前は福武電気鉄道平営駅という名前で呼ばれ、日本陸軍不評第36連隊を抱える新名への人員輸送に使用されていた。当時は現在の駅西側ではなく東側が駅前であった。 戦時中の1939年、防雨用を目的に中央駅と改称した。戦後はさらに福井鉄道新名駅と名を改め、現在に至る。二面三線のホームを持つ地上駅で有人駅である。利用者数は鯖バ市内の福井鉄道の中で最多である。駅舎は木造平屋建て。改札、窓口は駅舎に設置。 待合室が併設されている。当駅には3つの乗降場所がある。2011年3月20日改正大会以降は、中央の島が主として利用されており、西側が福井方面、東側が竹尾方面となっている。この他に、駅東側にも乗降場所があるが、改装、イベント電車の停車場所としてのみ使われる。この駅東側のホームは、 行き先のはっきりしている他のホームと異なり、便宜上三番線ホームと呼ばれる。それぞれのホームは、校内遮断機のある通路で結ばれている。なお、当駅では2006年1から3月に、路面電車タイプ車両導入に伴うホーム切り下げ工事が実施された。これにより、島部分と駅東側ホームにスロープが設けられるなど、バリアフリー面の改善がなされた。 また、駅舎側にあるかつての福井方面ホームは、切り下げられずに、柵で仕切られており、使用されていない。このほか、駅東側の乗り場から南側に伸びた部分の線路が、留置箇所となっている。2006年3月31日までは、当駅始発田原町行きの列車とその列車に使われる、車両の夜間大白が設定されていた。また、2016年3月26日まで、 田原町発あたり駅止まりの列車があった。鯖市統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅表はロータリーで、各市交通機関との接続地点となっている。ABCDE 清水2016、P18、AB 川島2010、P89、ABCD、利用客、鯖で、埼玉新名駅、福井新聞、 2014年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月20日閲覧朝日 2011P12 福鉄電車福竹線乗降客数鯖江市統計所目次3、2021年3月11日閲覧福鉄電車でゆったり温泉順ありがとうございます